こんばんは、カープと天気の伊丹陽子です。今日は広島市中区吉島にお住まいの、匿名希望の17歳の女の子から、はじめまして、私はライトル選手の大ファンです。今年から市民球場でライトル選手を見られないのが残念でたまりませんという お便りです。強肩強打の助っ人として去年まで6年間カープで活躍してきたライトル選手、その6年間で155ホームラン、491打点、通算打率2割8分8厘の成績を残しています。コンスタントに力を発揮して、54年、55年のカープの日本一に大きく貢献。特に55年は日本シリーズの MVP に選ばれるなど、活躍しただけにカープを退団したことに残念があるファンは少なくありませんよね。今年は南海ホークスのユニフォームを着て門田選手とクリーンナップを打ちます。ところでその南海は呉市にある呉二高球場でキャンプに入っています。タイトル選手も10日頃には合流する予定でしたが、住んでいるアメリカを襲った大洪水の影響で来日が遅れるということです。でも17日の夕方に来日、19日にクレイリーし、20日から練習に参加するそうですよ。それでは各地の明日の天気予報をお伝えしましょう。皆さんのカープに対する意見、感想、質問をこちらの宛先まで送ってください。また番組の中で採用させていただいた方にはカープタオルをプレゼントしますので、どんどん送ってくださいね。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。